今日はこんなラフスタイルですいません。バレンタインデーにもおすすめなハンバーグの作り方をご紹介しようと思います。私はね、水島先生っていうね、大好きな料理の先生がいるんですけれども、その人がテレビで紹介していたハンバーグの作り方をすごく気に入っていて、もう多分20回ぐらい作ってるんですけれども、その何回も作ることによって、もっと簡単に私なりにアレンジした作り方があるので、先生のね、レシピはね、結構忠実にやると大変なんですね。かなり簡単にアレンジしてるので、よかったら皆さんも作ってみてください。噛みまくって作ってみてください。ではでは。はい、まずはじめに玉ねぎをみじん切りにします。スーパーで買ったら新玉ねぎだった。玉ねぎを入れたらレンジでチンします。でここから超大事なポイントに入っていきます。今お肉入れたんですけれども、普通だったら多分パン粉入れて卵入れて玉ねぎ入れて混ぜるんですけれども、水島先生の料理ではこれをね潰していくんですね。それをやっていきたいと思います。麺棒にラップを巻きます。まあ、巻かなくてもいいんだけど、結構汚れるから。こんなに、でこれなんでこうやって潰すかっていうと、この肉同士をくっつけるらしくて、これをやることによってハンバーグを切っても肉汁が出ない、出てるのはもう旨味が全部出ちゃってるらしくて良くないらしくて、本当に美味しいハンバーグは肉汁が出ない。ラップしてたらこれが汚れないからいい感じ。洗うのめんどくさい。で今こんな感じでひき肉がくっつきました。でここに玉ねぎと卵を入れていきたいと思います。まずはそのハンバーグの横に付け合わせるサラダ菜、ベビーリーフ洗います。水切り、これ IKEA で買ったやつなんですけど、こんな感じで回すと、このサラダの葉っぱの水気が取れるっていうやつで、これめちゃめちゃ使ってる2個目ですね。なんかシンプルなデザインで良くない？多分2、300円で買える。今日はこのお皿に入れたいと思います。これはね、多分フランフランかな。このお皿にリーフを乗せます。ハンバーグだけだとね、彩りが良くないので、これをちょっと乗せて、ヤンコーン、これね、半分にカットします。半分にカットして、ちょっと焦げ目がねつくように焼いてあげると、よいしょ、見た目がいい感じなので、これでオリーブオイルで焦げ目をねつけていきます。はい、パスタにね入れるほうれん草をカットしていきます。今日は3束使います。2人分でちっちゃくなっちゃうからね。よいしょ。ほうれん草は鉄分もいっぱいなので大好きです。このほうれん草と、あとはベーコンちょっと厚切りのものにしています。あと生クリームで、ちょっとクリーミーなソースで食べようと思います。でこんな感じで細く切っていきます。そんなにいっぱいなくて、どのぐらい、こんぐらい使います。1個の4分の1を使います。はい、でさっき切ったこの
ニンニクとオリーブオイルをフライパンに入れて、ニンニクに香りが出るまで火にかけます。でベーコン入れます。次にヤングコーン入れます。ヤングコーンは焦げ目がついたらもう取り出しちゃいます。ヤングコーンは今取り除いて、これからほうれん草を入れます。感じで今しんなりしてきたので、生クリームを投入します。全部入れます。なってきました。なんかいつもクリームパスタ作った時になんかサラッとしすぎちゃって失敗してたので、なっちゃんのねこの作り方を真似したいと思います。どのくらいやるんだろう。結構放置してた気がするんだよね。まだでもサラサラしてるからもっとかな。こんな感じでジューとかないからね、静かですけど。弱火でどんどん火を入れていって、でねだんだんねここにねアクが出てくるんですけど、それをキッチンペーパーで取り除きます。その一手間がね、かなり美味しくなるみたいなので、いつもそのやり方でやっています。いい感じでーす。あ、この周りに出てる白いやつが全部アクなんですね。これをね、もうちょっといっぱい出てきたら取ります。よくさ、このハンバーグ焼いた汁でソース作る人いると思うんですけど、それは水島先生的に言ったら最悪らしいです。アクでソース作ってるようなもんだって言ってました。それをね見てから私ももうやらなくなったんですけど、このね油にこのアクがねこう綺麗に出るんだって。だからちょっと多めに油を敷いてこのアクをね取り除くのがもう美味しいハンバーグ作るポイントです。弱火でゆっくり火を通します。見てください、こんな感じでお肉の周りにねこのアクが出てきました。これを今から全部キッチンペーパーで取り除きます。はい、ひっくり返したんですけども、こんなにいっぱいアクが出てきています。もうちょっと経ったら、これもさっきと同じ感じでアクを取っていきます。煮詰めてたらソースもいい感じにできてたんです。ほら。水っぽくなくなった。ソースはこれで完成です。はい、次にソースを作っていきます。ソースめちゃめちゃ簡単なんですけど、もうレストランの味みたいにすっごい美味しいのでこれもおすすめです。今ねバルサミコを大さじ6杯2人分を入れます。でこの強火でガンガンやります。こう泡がブクブク立ってくるまでやります。6じゃ足んないかな、多分足りるんだけど、旦那さんがね、このソース大好きで、多めにしてっていつも言われるので、8にします。大さじ8杯。で、この強火でガンガンやります。
泡がねブクブク出てくるんですけど、火から外した時にも泡がブクブク残っているぐらい煮詰めていきます。こうやって泡が立って火から外しても泡が消えない、こんな状態になるまでやってください。じゃあ一回火を止めてバターを入れます。でこのバターをねちょっとずつちょっとずつ溶かしていきます。もうこれだけでめちゃくちゃ美味しいです、このソース。こんな感じでバターを溶かしていく。はい、大事な盛り付けをやっていきたいと思います。ハンバーグ上手に焼けました。この辺に置いてでソースをかけます。完成しました。これがベーコンとほうれん草のクリームパスタとハンバーグです。こんな感じでサラダとかスープとか入れてもいいと思います。ハンバーグの作り方でした。最後まで見てくださってありがとうございます。もしよかったら高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。